はい、どうも、羊です。さて、今回は、水星の魔女で、いろいろな説がありましたね。特に、6話から、いろいろ分かってきたので、YouTube 界隈、考察が活性化しています。今回、注目したのは、プロローグの謎と、そして、死亡説。こちらに注目して、紐解いていこうと思います。テレビ本編の、前日端となる、プロローグ。ここでは、ガンダムの開発を主軸に描かれ、それを消し去ろうとした、若き、ダブスタクソ親父こと、ベリング・レンブラによって、襲撃を受けるのが、主な物語です。その登場人物の中に開発中のガンダムルブリスのパイロットであるエルノラ様やとその娘のエリクト様や、エリクトは4歳でガンダムルブリスとシンクロし壊滅したポール・クバングからエルノラとエリクトが脱出することで物語が終わります。そして本編ではエリクトと似たような容姿なのに名前が違う主人公スレッタ・マーケリーとその母であるプロスペラ・マーケリーが登場します。スレッタとエリクトは容姿がそっくりで本編とは関係ありませんが声優さんも同じ。プロスペラも頭部をヘッドギアで覆っており、しかも右手がエルノラと同じ義手。これもまた本編とは違いますが、声優さんが同じです。これらは何らかの理由で親子で偽名を使っていて、母エルノライコールプロスペラ、娘エリクトイコールスレッタと思っていたんですが、そう簡単ではないようです。ここで考察合戦の始まりです。まずはプロローグにて年号がないことの謎。ガンダム作品といえば年号が基本です。宇宙世紀なら UC、コズミックイラなら CE、水星の魔女ならアドセラ、AS ですね。テレビアニメ1話ではしっかり AS122 年と表記されています。しかしガンダムシリーズで重要なこの年号がプロローグには登場しません。普通に考えてみると、プロローグエリクトが4歳で、本編でスレッタが16歳ということを考えると12年前の物語になるのですが、あえて年号を表記していないのには何かしら意味があるのではという憶測が立っているわけです。しかもデリング・レンブランたちの現在の地位や外見の変化が十数年経ったものとはどう考えても見えない点ですね。プロローグの時代と本編のキャラの関係性が公式に明言されていない点などなど、同一人物説は成り立たないのではないかとなり、じゃあ一体何なのかとなるわけです。そのためにいろいろと仮説が出ているわけです。ただ6話で時系列のヒントが出てきました。ベルメリアとプロスペラとの会話に21年前に起こった出来事の復讐のために動いているのではと問いただされていました。21年前に起こった出来事とはおそらくプロローグで起こった大虐殺事件の出来事でしょう。そう仮定すると、本編はアドステラ122年スタートしているので、プロローグはアドステラ101年の出来事となります。エリクトはプロローグ時点で4歳であったので、誕生日はアドステラ97年、入学時つまりアドステラ122年時点で17歳という年齢を逆算すると、スレッタはアドステラ105年に生まれたことになるので、もし同一人物説ならスレッタは25歳でないとおかしい。でも17歳設定、もし同一人物ならこの誤差は一体何なのか。そこで今回ここではエリクト死亡説が有力だと考察します。そうなるとエリクト死亡説を考察ということは、エリクトイコールスレッタは別人となり、誤差の説明もつきます。はい、ではそうなるとスレッタは一体誰なのか。これ結論から言うと、スレッタはエリクトの能力を引き継ぐために必要な遺伝子を持つクローンだと考えます。ペイルテクノロジーズは別の人間を改造し、エランと同じ顔と声を与えることに成功しています。なのでクローンという可能性は非常に高くなります。では誰が作ったのか。それはプロローグで襲撃を受けたバナディーズ機関とエリクトの母プロスペラだと考えます。実はバナディーズ機関は全滅などしていなかった。残党が逃げ延びたプロスペラと合流し、そして彗星にバナディーズ機関の後継機関的な会社があり、そこで協力をしている。復権と復讐のためにゼガヒでも必要だったパーメットを無効化できる技術、そして亡くなったエリクトの能力を保存し回収しできた機体がエアリアル。そうなれば地球領でのエアリアルの修理の際に、どれだけの一流のエンジニアがシステムを統合してるんだと言われるくらいの複雑なシステムが綺麗に整理されているのも頷ける理由になります。では何のためにスレッタを作ったのか。それはエリクトの能力にあると思われます。パーメットを無効化できる唯一無二の能力、この能力について実験か事故かで彗星に逃げ延びたエリクトは死亡してしまいます。その能力を保存するためにルブリスを媒体とした人工 AI に保存することが成功したが、その能力を引き出すためには同じ遺伝子を持つ人間が必要となり、クローン複製技術によってその結果生まれたクローンがスレッタであるということが考えられます。なぜエリクトは亡くなったのか。これはおそらくですね、バナディス機関がエリクトの唯一無二の能力パーメット無効化能力にこだわり続け、実験によって負荷を重ねてしまったことが考えられます。パーメットの特性とは、パーメットには赤色と青色の2種類があり、その特性は意識や意思、そして声を伝達できる特性があります。
現にプロローグではエリクトと父ナディムはハーメットで意識がつながりバースデーソングを共有していました。次にエリクトイコールエアリアルなのはなぜなのか、この理由について、まずは第3話ではっきりと映し出されたガンダムエアリアルのシステム OS の表記についてです。プロローグの中でガンダムルブリスの OS は SYS バージョン 2.0 と表記されていました。しかし3話で映し出されたガンダムエアリアルの OS は SYS バージョン ES と表記されていました。この ES はエリクト様へのイニシャルとなっています。エリクトがルブリスの認証を受けた時に青色の模様が出てきました。一般のパイロットの場合はパーメット流入による赤色、エリクトのお父さんも強化人士のエラン君もそうでしたが、しかしガンドフォーマットの深いを無効化できる唯一無二の人物がエリクトだと考えます。本編を見る限りスレッタにはガンドフォーマットの負荷による影響は全くありません。さらにエリクトの顔に現れた模様のようなものも現れていません。なのでエアリアルに組み込まれている OS SYS バージョン ES はエリクトの思考回路や負荷をなくす特性がエアリアルに組み込まれているという可能性があるのではないかということです。6話のあの光で2人の子供が確認できています。1人目は小さい頃のエリクト、もう1人は男の子だと推測できます。このあたりは詳しい解説はまた次回とさせていただきます。そうなるとエリクトはすでに亡くなっていると考えられるのです。データストームが出ないのはなぜなのか、2話でデータストームが出ないことを、だからエアリアルはガンダムではないとプロスペラは主張していました。パーメットリンクによって人間と機体をつなぎ機能を拡張するガンド技術、巨大なモビルスーツを動かすことで基準値を超える大量のパーメット流入が起こり人体に悪影響を及ぼしてしまいます。これがデータストームです。プロローグではエリクトはデータストームの影響を受けなかっただけでなく、同乗したエルノラをデータストームから完全に守っています。そのためエリクトの能力は保存できたシステム OS がスレッタをデータストームから守っているのではないかという考えです。プロスペラの私の可愛い娘の意味、他にもスレッタの言うエアリアルは家族という言葉や、プロスペラが3話でスレッタと話していた時のセリフ、もちろん昔の事件もガンダムのことも知っている、でもスレッタとエアリアルは違うわ、私の可愛い娘だものという意味にはエアリアルも娘という意味が含まれているようにも思います。6話でもエアリアルは勝つわ、私の可愛い娘だもの、これ普通ならスレッタは勝つわというはずですが、しかしエアリアルはと言っています。となるとスレッタとエリクトは別人で、エアリアルとエリクトが同一人物、エアリアルイコールエリクトと考えられます。さらにここからクローンだからなのかスレッタへの希薄な愛情も読み取れます。あくまでも娘はエリクトだから、エアリアルは私の可愛い娘、結構これ歪んだ母の愛情が垣間見えた気もしました。半身を失っている理由、また審問会でプロスペラは義手を放り投げ半身を失ったと言っていますが、仮面の下の顔に損傷は見当たらず腕は元から義手です。ではその半身とは何のことを指しているのか、これは愛する娘エリクトだと考えます。可愛い我が子を失った喪失感を半身と込めたのかもしれないですね。オープニング映像、そしてストーリー以外にも匂わせ感が漂うところがあります。オープニングの映像にエアリアルの肩にいたエリクトが悲しげに微笑んで消えていく場面があります。これはエアリアルイコールエリクトではないか、そうすでにエリクトは亡くなっているというわけなのです。エリクトの妹説、エリクトと母エルノラが一緒に彗星に逃亡する際にすでにエルノラのお腹の中にはスレッタがいたのではという説がありますが、仮にお腹にいたとしたらエリクトとスレッタの姉妹の年齢の差は 4,5 歳だろうと思っていました。しかしそれでは先ほども言ったスレッタの17歳という設定ではありえない話になります。しかもスレッタはお父さんは私が小さい時に死んじゃったと聞きましたと答えています。もしお腹の中にいたら私がお腹の中にいる時に死んじゃったと聞きましたになるのではないかと考えます。なのでやっぱり姉妹説はないかなーなんて思いますね。それとも父親が違うのか、どちらにせよ占いの兄弟がいるはずというのにはクローンにせよ父親が違うにせよ姉妹になるのかなとは思います。まあ、考えたくありませんが、これがエリクト死亡説の全容だと私は考えます。さあ皆さんはどんな説を考えますか？よかったらコメント欄、感想などいただけたらありがたいです。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよかったらお願いします。それではまた、チャンネルバイバイ。